내가 그럼 방금 따라한 거야. 따라한 거야. 차를 어떻게 대야 되냐? 올려놓겠습니다. 일단. 아 근데 영수 형네는 어 이렇게 되고 네가 형네는 이렇게 또 영수 같은 거 소원하네. 그런 형을 해야 돼. あ、すごい。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 あ
これがすごいオートバイで、これワンオーナーなんですよ。あ、今はでもオーナーか、ずーっと一人のオーナーが持ってて、あ、継続完了になってたわ。これ新車で買ってるの。新車で買そう、이거계속탔다고와 48? Yes, yes. 이거를신차로사서한명이계속타다가주셨다고で塗装も新車の時の塗装のまんまで塗り替えてのオリジナルペイントっていうんですけど、ここにあるこれとそこの UL と、あとナックルヘッドのブルー、これこの3台は全部オリジナルペイントなんですよ。これはもう僕のとこのコレクション。あ、이것도コレクションいらっしゃる。あ、コレクションいらっしゃる。いや、そう。あ、インディア4。あ、34。スーパーレア。お店ですか？もう25年ぐらいですかね、前に始めました。여기서는지금ハーレーデイビス만직업하시는건지この店はハーレーのみ。ハーレーとインディアンと、あと日本で作られた陸王っていうオートバイがあるんですけど、陸王のバイクがいたかな。で、オールドハーレーデイビスを主로하시는데、オールドハーレーデイビスの魅力같은거。もうとにかく面白い、乗って、もう他のオートバイにはない力強さと、あともうパルス感ですよね、鼓動と、まあ、あとはやっぱりかっこいいですよ、かっこいい。いや、지금한국에서는아무래도옛날バイクだ보니까일단정비나이런부분에서걱정이많아서사람들이많이타지않고지금일본은굉장히많은사람들이즐기고있지않냐정비나이런쪽에서일본은문제가없냐日本もやっぱり昔からみんな苦労してる方が多くて、今でもそれは苦労してる方はいますよ。なのでもう本当にきっちり調整して修理して、みんなに乗ってもらわないと、結局しょっちゅう修理だね、治った言ってまた、それはもう大変じゃないですか。지금우리가알기로는일본의올드할리데이비슨을만지거나정비하는수준이원래오리지널인미국보다더높다라고판단하고있단말이에요이제그게사실인지やっぱり日本人の気質だと思うんですよ。で、すごく細かいじゃないですか。で、あとは日本の道路事情とアメリカの道路事情ってやっぱり違うっていうのもあると思うんですよ。で、アメリカは信号があんまりなくてバーンと走れちゃうところも結構あるんですよ。日本はやっぱ信号多いから、 それでもう全然問題ない古いハーレーを作るっていうのはやっぱり日本独自の配慮もあると。そういうことですね。はい、そうです、そうです。で、僕のところの場合だと、あとレースもずっとやってきたのもあるから、で、レースって道走るよりはるかに早く壊れるんですよ。ストレスがもうずっとフルスロットルだから。そうですよね。
예. 근데 속고데 고아레 나이 모노와 미치데 고아레 나이 됐어요. 한국에서 우리도 의류 브랜드를 운영하고 있는 사람들인데 일본에서도 되게 의류 브랜드 하시는 분들이 올드 할리데이비슨 많이 타더라고요. 이게 이유가 뭔 것 같은지 혹시 뭐 어떤 이런 패션 쪽이나 이런 올드 할리데이비슨 쪽이 좀 뭔가 연관성이 있는 건지 그런 것도 한번. 네. 日本も僕がお付き合いさせてもらってる方でやっぱ日本のアパレルの方もいらっしゃいます ね, すねあれは何の理由とかあったりと思いますか、まあ、やっぱりファッションって結局かっこよさとかの追求みたいなとかあるじゃないですか、うん、それで感度が高いと思うんですよね感性あなるほどだからやっぱかっこいいものにかっこいいものを着るかっこいいものを乗るみたいなあなるほどそうなんですね、일단우리가한국에서는볼수없는바이크들이많아서조금간단하게바이크를조금이렇게좋은것들만좀소개를좀해주시면아이르시오이르시오예하이뭐이마소개해드릴까これなんかは本当にもう世界に今1台しか現存してない XLR っていうレーシングエンジンなんですよでこれは当時のハーレーダビッドソンのファクトリーレーサーに乗ってたレーサーっていうのがいるんですねでマート・ローウェルっていう方がいてゼッケン1番だった方なんですその方のために作られたオートバイでそのスティーブ・マックイーンが出てる映画で「オン・エニー・サンデー」っていう映画があるんですよで「オン・エニー・サンデー」っていうタイトルの映画があって、うん、それがボリューム1ボリューム2とあってボリューム2の方にそのマート・ローウェルがもうかなり出てますあでその方が乗ってたバイクがこれなんですよねあアメリカのレーサーの中ではもうレジェンドですね出てきてる だからすんごい軽いんです軽いんですこのバイクですね、うん、このバイクが947 WRうん、でこれはねその47年に20台しか作られてないんですだからもうほとんど残ってないんですでただもうエンジンが普通のまあ要は WL と全然違うんですよ、うん、もうパワーが倍ぐらい出てます、うん、でもう形は似てるんだけど全部違います。作るのもあります。いろんなやり方で僕のとこはもうエンジンのパーツも作っちゃうので例えばコースだったりお客さんの乗り方もあるじゃないですか。でそれをいろいろ相談してその人のいいエンジンに作り変えていくわけですよ。インタビューで感謝だと。これで終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだじゃあ逆に僕聞きたいんだけど、そういう皆さんソウルに在住なんですか。そうですよね。で、例えばショベルヘッドのチョッパーとかだと結構乗っている方いるんですか。많지는않고한20대정도20代くらいらしいですよ。아そうですか우리가제일걱정되는건이제정비한국에도팬헤드너클헤드셔블헤드다타고싶어하는데정비가걱정이돼서못산다それは日本でも同じなんですよね。예この方北海道ですよね。아これ札幌ナンバー札幌에서도끌고왔다이거는거기수리할사람없으니까또번호판이한자가札幌거든요아札幌에끌고온거예요수리할때얼마정도바이크가지금일본에서판매되면일본시세로얼마정도日本円で言ったらもう1500万超えてくるかな。1億5000万。うん。あ、Thank you, Thank you, Thank you, Thank you。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。もうじゃ車見に行きますか。行きますか。行きますか。はい。これ一応。
あもうすごいですね。最初の時に。だからどうも。いやアクセリング한번해봐。あ、死ぬ。오, 진짜 좋아. 와, 이거, 이거, 이거. 와, 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 아, 이게 패밀리카로 66. 아, 낫 쿨. 파스바크 넘버 1. 아, 쿠페는 낫 쿨이래. 그치. 맞아. 그치. 아, 4스피드. 낫 에어컨디셔너. 아, 에어컨디셔 없고. Summer time I'm very hot. Yeah, yeah. towel and yeah. No problem. No problem. 간지가 우선. 잘 맞는 것 같아. 아, 존나 멋있다. 시가 막히네. 야, 아, 조금 네, 가오가. 오케이, 이마. 하이 치즈. 한 번만 더 찍어 봐도 될까요? 절 컴퓨터 같네. 찍어 봐.